首都ののフーバーーーバレポートインタビューアーの岡崎です今日は2015年4月5日日曜日です本日は西先生に原爆広島長崎と題して原爆投下に対する日本とアメリカの認識オバマ大統領の原爆投下謝罪の可能性を断った日本外務省核兵器が拡散している世界情勢に,についてお伺いしたいと思いますよろしくお願いいたします 1945年、昭和20年8月15日、日本は第二次世界大戦に敗れました。今年で敗戦70年を迎えます。戦後の総決算という言葉を私たちは何度耳にしたことでしょう。我々日本人にとって総決算できないものの一つに原爆があります。1945年8月6日、人類の歴史を初めて原爆が投下、推定死傷者20万人、3日後の8月9日、 長崎に対しても原爆が投下、推定死者7万4千人広島と長崎は日本の歴史から拭い去ることはできませんえ西先生アメリカの世論大まかな見方で良い,いのですが現在のアメリカは原爆投下に対してどのような立場を取っているのでしょうか私がずっとアメリカに、まあ、50年足掛け50年行ってますがそこで習ったのは アメリカは原爆を2発落としたから戦争を終結できたと。それで勝ったというよりもこれで日本の抵抗を完全に抑えたと。落としてみたもののあまりのひどさにやはりアメリカの軍人たちもホワイトハウスも一般の人たちも興奮が収まった後の 罪悪感ですよ、あれは。うん、罪の意識です。他の人類を人々をこんな殺し方で一瞬で30万人も40万人も殺した。話したくないです。うん、戦争、この原爆2発で戦争終わらしたということだけで、その後もう考えたくないんです。で、ちょっと話は今に問いますが、オバマ大統領が必死になって、 イランの原爆を止めようとされております。原爆。はい、あの、製造。あれは、原爆、アメリカは原爆を3万発、原爆と水爆ですが、3万発持っていながら使えないんです。はい。だから、イラン、イランのような、この将来どういうことをするかわからないような、あの、イスラム原理主義の国が、 原爆を持つと、あの人たち使うんじゃねえかと。うん、で、使うのも、罪悪感もなく、キリスト教国の国々に落とすんじゃないかと。心配しておられます。しかし、その心配の根元は、広島と長崎ですよ。うん、自分たちが落としたんです。はい、オバマ大統領、俺の時じゃないよと言われますが、うん、あれは、 アメリカにとって、あの、じ、あの、表面下で非常に、あの、痛みを伴う記憶です。うん、日本では表面出てますが、はい、アメリカでは表面下です。<ー>原爆を実際に使ったのはアメリカ。30万人も一瞬で殺したのもアメリカ。それで私たちは、広島と長崎で一瞬で殺された人たちのことしか言いませんが、 あの、放射線で苦しんだ人たちのことを完全に考慮に入れておりません。そうですね。あ何十年にもわたって。もう何十年にもわたって。日本の政府が、うん、いや、あれは原爆症じゃねえ、なんとかかんとか言ってますけど、うん、もう、あの、想像絶して、もう歪んだ、歪んできちゃったんですよ。うん、それは日本の国と日本の国民が、あの原爆で戦争が終わったと思ってる。 の、あれは私たち日本人がモルモットとして使われたんです。私あの当時のあの歴史をよく知っておりますので、それで日本の国民が時々で、あの発言するのは、もしドイツが1945年の4月5月に降参してなかったら、ヒトラーが自殺して降参してなかったら、アメリカはドイツに落としたろう。う落とした。 に違いないと。はい、に、自分で慰めてるわけですよ。アメリカ自身が自分たちを慰めてるわけです。ノーノーノ日本国民が、日本,民日本に落とされたのは、日本が抵抗し続けたからだ。ドイツが戦争をずっとヨーロッパで続けてたら、原爆ができた7月の中頃に、うん、はい。おそらくドイツに落として、落としてたに違いないと。はい,は,いはい。日本人が思うわけですよ。ノー、うん。ノー。 の、原爆は、マンハッタンプロジェクトという、あの、当時で2兆円です。当時のお金で1945年のお金で2兆円ですから、今のおそらく50兆円ぐらいですよ。もう国家的なプロジェクト、ねあ。国家的な大赤字のプロジェクトで、とにかく作ると。作るときから、最初から、この、できたら、原子爆弾は日本に落とす。うん、ドイツのどの字も出ておりますああ。 どうして日本なんでしょうかねドイツと日本。もうこれは未来英語の美しい人種差別でございます。<laughs> そこを日本人言えない。私平気で言いますから。人種差別ですよ。うん、あの当時の、皆さん、1930年、40年、アジアは汚くて、暗くて、人種的に劣って、うん ドイツは優秀な人種で、ドイツと同じぐらいがアメリカじゃねえかと。アメリカ、イギリスじゃねえかと。アメリカの私インテリ知ってますけど、あの当時のインテリは全員ドイツが優れてると思ってました。自分たちよりも。ドイツの哲学、ドイツの医学、ドイツの心理学、ドイツの技術力です。ドイツです。そうですね。日本も昔の大学はドイツ語をイツ語ですねもう ドイツに浸水してるわけですよ。そんなところに原爆落とすわけないじゃん。んやはり劣った人種、ゴロゴロと、あの、うごめいてる、アジア、その中でちょっと凶暴になった日本人、懲らしめなきゃいけない。<ー>で、たまたま新珠湾攻撃しやがったと。はい、ね。で、トルーマン大統領が、それじゃあ、100倍返し、1億返しでやってやると。<laughs> ちゃんと記者会見で言っとりますから、<ー>落とした後に。ね。日本の人のいいところ、善意で解釈しますから。うん、私から見ると、日本人、人が良すぎて、もう、ほぼ馬鹿状態。原爆を二つも落とされて、ね。同じ過ちを繰り返さないようにとか言って誰に言ってんアメリカに言わなきゃ。 そうですね。はい、同じ過ち、やりやがったなと。はい。その、同じ過ちの主語が抜けてる。主語が抜けてるし。そうな,なのか。カいや、あれは、日本人が、あの、アジア進軍し、真珠湾攻撃したからですよ。ねこれが過ち。うん、それで、地獄の、原爆二発も落とされたのは、自業自得だという発想ですよ。はい,は,いはい、はい、はい。それじゃあさ、ベトナム戦争でなんで使わねえんの アメリカ負けたのに。そうですね。ね。はい、15年戦争ですから。はい。アフガン戦争、原爆使え勝てるイラク戦争、原爆使え勝てる今の ISIS IS も一,てて <laughs> 一瞬にして勝てる。一瞬にして勝てる。はい。ね。それであのあたりで、あの、落とすとさ、人口密度あんまり高くないですから、日本みたいに。はい。はい、ね。あの、30万人も殺さなくていいわけ。うん。あの、10人、十万人ずつが殺せば勝てる。はい。 すなわち、もう、あの、広島と長崎の悲惨な状態を、アメリカの軍は、ホワイトハウスも映像で見てますから、うん、私も見,見ました、ずっと。はい、映像で見てますから、まさかですよ。うん、いや、肌が溶けて、流れてましたから、はいうん、肌が。そういう死に方がいいのか、 はい、それとも、弾一発、額を打ち抜かれるのがいいのか原爆で殺された人たちだけ今日本で特別扱いです、はい。ねいや、それは原爆にまつわる恐ろしさと、それを使った、あの、非常なアメリカ人、情け容赦なしアメリカ人の差別ですよ。これなんとか言わなきゃ。 だから、今度、70年の総決算とか言われてますけど、はい、総決算なんかないんです。総決算してほしくないんです。総決算という言葉もやめてほしい。うん、あんなもの。なんじゃ、総決算できる。総決算。日本の戦争の、あの、新庄園攻撃した原因と、うん、それからアメリカが原爆を、もう戦争が終わってる時ですよ。はい、日本にもう、あの、 ゼロ戦もほとんど残ってない時広島へ落とす、それから長崎へ落とす。で、三発目なかったんで、三発目はカリフォルニアから、あの、南太平洋のティアナン、どうですかテ,テニアン、どこですか,ですかあそこに運んでた。ああ、はい,はい、はいね、日本が降参しなかったら、今度はどこに落として、新潟に落としてやろうと思ってたのよ。 あの、テニアントはあの、サイパンの近く、ね。そうです、そうです。そこから。そう、あの、アメリカの海軍、海兵隊が占領したところです。うん、そこに運んでったんで、その、あの、あれはインディアナポリスだったかな。船だ<の>。船、船。はい、あで、日本の潜水艦が魚雷で沈めるんですけどね。はい、すなわち、延々と実験をここでやろうと思った。うん、じゃドイツに一発を落としときゃ。 で、ガーッと満州出てきた、あのー、ソ連兵。はい。戦争やめ、やめませんから。そうですね。ね。で、い、今の歴史家たちの、私もひっくめてですが、日本に原爆を落としたのは、まず、日本人に対する人種差別と、特に長崎に落としたのは、はい。あのー、スターリンの赤軍、ソ連軍が、でーっと満州降りてきますので、はい。 これに、お前たちストップしないと、こういうものがあるぞと、どんどんとした。ああ。これ以上、ロシア。ロシア出てくるなよと、ソ連出てくるなよと。殺すぞと。こんな恐ろしいものがあるんだぞと。うそういうことを、あの、考慮に入れないで、日本が戦争を始めたから、始めたって冗談じゃねえよ。欧米列強、アジアで何してるそうですね。そう。 せもう植民地全部ですから、日本だけ植民地じゃねえすなわち、欧米列強に立てついた日本が、最初はちょっと良かったんですけど、うん、やっぱりこの小さな島で、物量戦をやられるとつ続きませんので。で、もう、もうアメリカにとっては絶好のチャンス。イギリスにはそんな力ありません。うん、中国にも力、日本を任す力ありません。どこにもないです。アメリカにありました。 で、アメリカは、もう、いつ日本が、官人僕の尾が切れて、日本のちょっと、態度の大きい軍部が、あの、侍のメンツだーっと言って、いつ攻撃してくるかと、もう、おそらく、もみ手で待ってる。アメリカの神々にお祈りしてたんじゃねえかと。いうぐらい、まんまと日本ハマっていきましたから。だから、戦争をずっとやって、ずっと日本は、まあ、真珠湾で勝ったと言いますけど、の、真珠湾、 本当に勝ちたいんだったら、真珠湾からサンフランシスコを攻撃しなきゃ。うん、まあ、よく続いて、はい、5、6年で終わりますけど。うん、日本の、現、日本が、日本に原爆を落とされたという、あの、真の意図を、これ日本人が理解しなきゃいけません。うん、すなわち、も,もう一回繰り,繰り返しますが、 ドイツに落とす計画最初からありません。はい、日本に落としました。はい、なんで日本だ、うん、人種差別です。うん、もうグータラ言ったってどうしようもないです。はいうん